上流階級含まる百貨店外勝部は日本の小説家高戸の園の小説。また、これを原作としたテレビドラマ。小説宝石にて2012年12月号から2013年7月号まで連載された。同誌2015年2月号から10月号まで上流階級2が連載され、2016年10月に上流階級含まる百貨店外勝部。 通として観光された。富士テレビの赤と黒の劇場枠で2015年1月16日に放送された日本のテレビドラマ。主演は竹内優子。2014年10月中旬から神戸市内の百貨店などで撮影が開始された。本編ではテレビアニメハピネスチャージブリキュアの映像に合わせて周平が同作2代目 ED テーマ。 カーティハズカムをイノセントハーモニーマイクで歌ったり、プリキュアシリーズ関連本とシャーベットバレー及びキュアフォーチュンのキュアコーデドールの間に置いてある写真にブルーとキュアラブリーのコスプレが映し出されている。プリキュアシリーズ作品が他局のドラマに流用されるのは極めて珍しい。なお、ED の映像協力にもハピネスチャージプリキュアがクレジットされた。 福丸百貨店神戸元町店外商部営業を2課外商部のお得意様福丸百貨店その他ハッピネスチャージプリキュアの映画作品である映画ハッピネスチャージプリキュア人形の国のバレリーナの DVD ブルーレイソフトもフジテレビの系列会社であるポニーキャニオンからの販売となっているありがとうございます